ハワード・ブラッシュ・ディーン3世は、アメリカ合衆国の医師、政治家、バーモント州会議員、バーモント州副知事、バーモント州知事を歴任した。2004年の民主党大統領予備選に立候補し、その後は民主党全国委員長を務めた。政治家であると同時に、医師の資格を有している、ニューヨークで生まれた、父のハワード・ディーン・ジュニアは、 ウォールストリートの投資銀行の共同経営者であり、ディーン家は共和党支持の富裕な家庭であった。彼は子供時代の大半をニューヨークの富裕な上流階層の夏の別荘が立ち並ぶハンプトンと呼ばれるニューヨーク州ロングアイランドの東部で過ごしたほどであった。その後、ロードアイランド州ニューポートのプレップスクールセントジョージスクールを卒業し、イエール大学に入学する。 学生時代のディーンは、政治活動に熱心であったわけではなく、パーティー好きで知られた。1971年に大学を卒業した後も、彼の遊び好きの体質は変わらず、卒業後の一年を遊んで暮らした。ニューヨークに戻った後は、父同様、ウォールストリートに勤務することにし、株式ブローカーとしてのキャリアをスタートさせた。しかしディーンは、医学の道を志し、 コロンビア大学の維新家庭へ進んだ。1974年、東南アジアを旅行していた兄のチャーリーが、ラオスでゲリラに誘拐され、殺された。この事件は、ディーンの後の人生に大きく影響したと本人は語っている。これを機に政治に興味を示すようになったということである。1978年に、アルベルト・アインシュタイン医科大学から、医学号を授与され、バーモント大学で、 医学修集生となった。1981年に同僚のジュディス・スタインバーグと結婚し、バーモント州バーリントンで開業した。1980年、ディーンはバーモントニューヨーク宗教に位置するシャンプランコの開発に反対する市民運動に参加し、これに成功した。同じ年に再選を目指すジミー・カーター大統領の民主党予備選、大統領選でのキャンペーンに参加した。 1982年、バーモント州会員議員選挙に民主党から立候補、当選を果たす。1986年には、バーモント州副知事に選出され、州会員を去る。州会院議員、副知事時代を通じて彼は、医師としての活動を継続しながら、政治活動を行った。1991年、リチャード・スネリング知事が休止すると、ディーンは、バーモント州知事に昇格した。 バーモント州知事は一期二年であるが、彼は九百九十二年、九百九十四年、九百九十六年、1九百九十八年、二千年と五回連続で当選し、二千三年まで十二年にわたって知事を務めた。バーモント州知事として、ディーンは中道派として知られた。その中道を行く政治姿勢は、身内の民主党員から一体どちらの政党に属して、 いるかわからないと言われたほどであった。バーモント州は、州憲法で財政についての条項のない唯一の州であるが、彼は、均衡財政を施行し、在任中実に11回にわたって、財政均衡に成功した。そのために、福祉、環境保護などのプログラムに対する予算を削減した、ことはリベラル派からの批判を受けた。だが、ディーンはこれにより、州の債務を削減した。同時に、 州の再建への格付けが上昇し、在任中に2度、減税を実施した。また、彼は税制を含めて、企業寄りの経済政策をとった。さらに重規制に反対の立場をとり、選挙戦では全米ライフル協会の支援を受けた。一方で医師としての経験を活かし、ディーンは医療保障プログラムに取り組んだ。彼は、州内のほとんど全ての子供、妊婦を対象とした。 医療保険制度を構築した。2000年にバーモント州最高裁判所は同性愛者のカップルを排除した州の結婚に関する法律が州憲法に違反するとの判決を下した。これに対しディーンは同性愛者のカップルに夫婦同様の法的権利を保障するシビルユニオン法を制定した対応したが同性愛者同士の結婚自体は合法化しなかった。 一部の急進的なリベラル派は、この姿勢も彼の中道派としてのスタンスを反映しているとみなした。2003年6月23日、バーモント州バーリントンで2004年、民主党大統領指名選挙への立候補を宣言するディーン2002年に、ディーンは2004年の民主党大統領予備選挙への出馬を決断した。1994年から1995年にかけて、 全米知事協議会の議長を務めたものの、バーモント州というニューイングランドの小さな州の知事であったディーンは、全国的には全く無名であった。そのため当初は、放末候補として扱われていた。彼が当初掲げていた政策も、州知事時代の中道的なものを引き継いだものだった。だが、イラク問題、イラク戦争に関しては、会議的な姿勢を示し、イラク戦争への反対を表明すると、 反戦候補としてにわかに注目を集め、2003年秋までに各種世論調査でトップに立ち、最有力候補者となった。この頃から彼は、バーモント州知事時代の中道派としての姿勢を転換し、外交政策ばかりでなく、経済政策や社会保障など、あらゆる政策でリベラルな主張を行い始めた。 ナフタに賛成した自由貿易論者であったが自由貿易に会議的な姿勢を示すようになったことや社会保障の改革プログラムに賛成したにもかかわらず大統領候補者としては改革に反対し社会保障の拡充を主張したことはその例である。ちなみに本人は候補者同士で行われた討論会で社会保障改革に賛成したことを否定したが 一般に改革への賛成は事実であるとされている。リーンはまたポピュリスト的な選挙戦術を取った。ブッシュ政権の政策をイラク問題を中心にことごとく非難し、ブッシュは何か政策を掲げたらその反対のところに国民の利益があるんだと公言してはばからなかった。さらに民主党の主流派は共和党よりの姿勢をとっていると批判して民主党は独自の政策を よりはっきりと打ち出すべきと主張した。その非難の調子は直接で絶望鋭いものであった。これは9.11テロ以降の愛国ムードの中で半ば沈黙を余儀なくされていた民主党や支持者を奮い立たせた。同時にインターネット、特にウェブログを活用し、労働組合や企業などの大口の献金にあまり頼らず、様々な個人から選挙資金を調達した。 ディーンのインターネットの活用は、かつてそれほど注目されていなかったブログに焦点を当て、ブログの普及に大いに貢献したと言える。こうして、ディーンの選挙キャンペーンは、草の根の支持に基づくものとなり、これが彼に、ポピュリスト的なイメージを与えた。草の根の支持を中心とする、資金調達とインターネットの有効活用という、手法は、2008年の大統領選挙、 予備選挙におけるバラク・オバマの選挙戦にも受け継がれた。一方で、彼の直接な発言は時に、失言や事実誤認を生んだ。南軍機をトラックに掲げているような連中のための、候補者になりたいと言い、南部の貧しい白人層にアピールしたいと語ったことは、しかし、南北戦争時のアメリカ連合国、奴隷制及び人種差別主義の象徴とも言える、南軍機を持ち出したことで非難を浴びた。 ディーンの、こうしたリベラルな主張、直接な発言は、極端なリベラル派というイメージを与え、共和党側はこれを活用した。一方で、他の左派の候補、民主党のデニス・クシニッチや、無所属のラルフ・ネイダーは、ディーンの知事時代の実績を引き合いに出し、ディーンは、経済政策に関して保守的で、社会政策に関してリベラルな、ロックフェラー・リパブリカンであるとレッテルを張った。しかしながらディーンは、 一連の候補者指名争いのスタートであるアイオワ州党委員集会でジョン・ケリー上院議員、ジョン・エドワーズ上院議員に次ぐ第3位という予想外の結果に終わった。さらにこの敗北を受けての支持者向けのスピーチで残された襲名を連呼して負けないぞ、ワシントンを取り戻すぞ、やあ、と興奮気味に絶叫し、この様子がメディアで繰り返し取り上げられたため、 冷静さを欠く人物と受け止められ、ディーン,センプーは失速した。続く、ニューハンプシャー州予備選では、直前の世論調査までにいいかを30%引き離す指示を得ていたが、やはりケリーに敗れた。リベラルな伝統を持つウィスコンシン州の予備選で巻き返しを図ったが、ここでも3位に終わり、選挙戦から撤退。ケリー支持を明言した。カンザスシティの支持者の前で演説する。 ディーン選挙戦から撤退した後も、ディーンは、デモクラシー・フォー・アメリカという政治団体を結成して、積極的な政治活動を行った。2005年2月には、民主党全国委員会委員長に選出された。その後もディーンの際だってリベラルな姿勢。直接な発言は変化の兆しを見せない。例えば、共和党員たちは、正直な生活を断じて行ってこなかったので、彼らは、懸命に働く。 アメリカ人の生活を理解しないという発言をしたことがあった。このようなあまりに過激で感情的でさえある彼の共和党批判には党内からも異論が多く、ジョー・バイデン上院議員のような比較的恩恵な人々は冷ややかな見方をし彼から距離を置いている。一方でハリー・リード上院内装村民主党の執行部およびテッド・ケネディ上院議員のような左派は彼を支持し、 また、党内の左派、民主党の現体制に不満を持っている人々を中心に、議員に対する人気は現在でも高い。その人気を背景に、一時期2008年の米大統領選への出馬を噂されたこともあったが、本人は当然国委員長に就任したことを理由に、大統領選挙への立候補を否定した。ありがとうございます。